印象、日の出、印象、日の出、印象、日の出は、クロード・モネが1872年に描いた絵画。印象派の名前の由来となる美術史上、重要な意味を持つ作品である。モネはこの作品に関して、ルアーブルで部屋の窓から描いた作品で、霧の中の太陽と、そそり立つ何本かのマストを前景に描いたと述べている。 フランス北西部の都市ルアーブルの港の風景を柔らかい筆の動きで描いている。この作品が初めて展示されたのは1874年の印象派展だった。その展覧会のカタログの責任者であったエドモン・ルノワールから作品のタイトルを求められた時のことをモネは次のように説明している。これにルアーブルの眺めという題をつけることはできなかった。そこで、 印象として欲しいと言った。この絵は1966年からマルモッタン美術館所蔵であるが、1985年に盗まれ1990年に発見されている。1991年から再度展示されている。左下にクロードモネ72とサインが記されているが、1872年にモネが現地を訪れた記録がないことから、このサインはごきとされ。 長らく1873年に描かれた作品とされてきた。1872年にモネがカミリユピサロ宛宛に送った書簡が残されているが、そこにはルアーブルに滞在した記述はなく、1873年の書簡では4月付の手紙でノルマンディに滞在している記述がある。これを根拠にカタログレゾネの編纂者。 ダニエル・ウィルデンシュタインが1873年4月を制作年と定めた。美術史屋の中でも制作年については意見が割れていた。本作を所蔵しているマルモッタン美術館は2014年に米国テキサス州立大学の天文学者ドナルド・ W ・オルセンだと制作日時を特定する他の本格的な調査を行った。当時の太陽の位置、潮位、 原稿などをもとに、1872年11月13日7時35分頃の風景を描いた可能性が高いと発表した。1878年当時の競売カタログには、印象、日の入りと記載されていることを理由に、日の出ではなく、日の入りを描いたとする説があった。これについて、マルモッタン美術館の2014年の研究によると、描かれた方角は、 当時モネが滞在した現地のホテルが1830年創業のアミロテホテルであること、画中の水門や太陽の位置などから風景は港の南東で太陽の昇る時刻に描かれたと判明し、日の出が,が題であることが確定した。この絵に描かれた実際のルワーブル港は第二次世界大戦の爆撃で失われてしまっている。しかし、地図や絵画など、 多数の資料が残されているため風景に描かれたモチーフは詳細に特定できる。19世紀後半のルアーブル港は国の趣旨により大規模な工事が行われていた。画面右側に描かれているのは油と呼ばれる土を掘り出すための手動式回転クレーンである。そのさらに後ろに描かれた3本の垂直線はミーコールマレ選挙に停泊する船のマストである。 選挙は1872年当時は完成したばかりであり、画面左側には選挙の水を抜く施設の煙突が見える。画面中央には選挙の入り口となるトランザトランティック水門が描かれ、入居できるよう開門されていることから満潮時の水門を描いていることがわかる。伝統的な風景画は水平線をキャンバスの下部に引き、 空を大きく描くのに対して、モーネの風景画に特徴的なのは水平線をあえて上部に置くことで光が反映する水面を大きく捉えている。これにより細部を簡略化し全体のバランスを重視する表現が効果的に現れている。波模様は素早い厚塗りの筆さばきにより簡略に描き上げられ、青い時を朝日が照らす光景は色彩も限定されいる。 大胆な色彩と平面的な筆致による筆色分割が顕著に見られる作品である。19世紀当時のフランスでは歴史的、宗教的な主題に重きが置かれ、風景画や生物画などは軽んじられていた。一方でモネは従来の様式にとらわれない画法で風景や生活の一場面を多く描いていた。印象は1874年に開かれた最初の印象派展。 画家、彫刻家、版画家などの美術家による共同出資会社第一回展で展示された。評論家のルイルロワは、この作品の題を見て、自身が担当する風刺新聞、紙のレビュー記事において、この展覧会を軽蔑の念と悪意を込めて、印象主義の展覧会と評した。この命名が後に定着し、彼は意図せずに印象派の名付け親になった。展覧会の後は、 エルネストを手でのコレクションに加わったが徐々に関心が薄れていく中で1878年には印象、日の入りの名前で競売にかけられる。落札したのはルーマニア出身貴族のジョルジュ・ドベリオ。彼は印象派の画家たちの熱心なコレクターであり、友人であった。彼の死後も一人娘のビクトリーヌとその夫ジェーヌ、ドノドモンシーへ相続されるものの、 当時はまだ人気のある作品ではなかった。1900年パリ万国博覧会で開催されたフランス美術の100年展にはヨーロッパ橋サン・ラザール駅チュイルリー公園がドノドモンシー夫妻のコレクションから対応されるも印象は万博で必要とされなかった。万博で印象派が認められるようになっても注目されなかった印象だが 愛着を抱いていた夫妻は再発見の手助けとなるよう働きかけた。その売り込みはこうそし、1931年にはポール・ローゼンベルグ・ガローに展示され、ついで1937年にはワルシャワ・プラハで開かれたフランス美術傑作展にも展示された。1932年、美術愛好家ポール・マルモッタンは自宅を美術館としてアカデミーへ移動する。 この最初の訪問者でもあったドノドモンシー夫妻は、この美術館に自分のコレクションを依存すること決め、印象は1940年、正式にマルモッタン美術館の所蔵となる。だが、美術館のドノドモンシーコレクションの展示室は1948年に、ようやく落成式が行われたが、開会の時でも、印象への言及はなく、最初に刊行された絵はがきにも、 印象は含まれていなかった。傑作へ至る地位は海外からもたらされた。ジョン・ギボルド著作、印象派の歴史は印象派を来賛する新しい著作で印象を印象派の名の由来として知らしめた作品だった。これを契機に印象は注目を浴びるようになる。フランスでこの訳本が出版された2年後の1957年、ビクトリーヌ夫人は 印象をフランスから持ち出すことを禁じた。この時、西洋近代絵画の司法の地位として世間に認められるようになる。2014年、印象、日の出が発表から140年となることを記念し、マルモッタン美術館は、印象、日の出に捧げる展覧会を開催した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。